ゲデレーは、ハンガリー、ペシュト県の都市、ブダペストの北東 30km の地点にある。14世紀以降、人がまばらながらも村があった。1541年からのオスマン帝国支配で、さらに人口が減少した。ゲデレーが成長を始めるのは1737年、ハンガリーの王子主グラシャルコビッチ・アンタル・一世が、ゲデレーの地を購入してからである。 1741年以降、グラシャルコビッチ家は、ゲデレー宮殿を本宅とした。ゲデレー宮殿は、ハンガリー最大級のバロック様式建築であった。グラシャルコビッチ家の断絶後の1867年、アウスグライヒによって、オーストリア・ハンガリーの皇帝にして、国王となったフランツ・ヨーゼフ一世への贈り物として、政府からゲデレーが贈られた。ハプスブルク家の人々、 特に皇后をエリーザベトが訪問したことで、ブダペストに住む貴族たちの間でゲデレーを夏のリゾート地とするブームが起きた。このためにゲデレーのインフラストラクチャーすべてが整った。このゲデレーの地位は、ハンガリー摂政ホフォルティミクローシュが夏の住まいを叶えたように維持され続けた。ハンガリーが共産主義政権下に入ると、 ウルジョワの町としての印象緩和のため産業が導入されたが、むしろセントイシュトバーン大学農業科学部が置かれたことが契機となった。1966年に姿勢が敷かれた。1989年の東欧革命以後、ゲデレイはサービス産業への難しい転換を迫られた。1990年にソビエト軍がゲデレイ宮殿から撤退後、 建物大部分が修復され文化センターとなった。上官は結婚式などお祝いの際に借りることができる。ゲデレー近郊には F1 のサーキットハンガロリンクがある。ありがとうございます。